サンバーは、スバルが販売する軽商用車である。1961年2月1日に発売された、初代から2012年4月1日まで販売されていた6代目モデルまで同社が自社開発及び自社生産を行っていた。7代目以降は、ダイハツハイゼットの OEM となり、ダイハツ工業が生産している。2020年8月現在、スバルそれ自身を除く、スバルブランドにおける最も古い商標であり、軽自動車及び軽トラック及び軽バン全体の商標としても現在の OEM 元たるハイゼットに、次いで2番目の長寿車種であり、さらに日本車全体でも7番目の長寿車種である。1961年から2012年までの自社生産時代は、モデルチェンジを繰り返しつつも、リアエンド床下にエンジンを横置きに搭載した。リアエンジンレイアウトを採用してきた。特に積空差の大きい軽トラックにとっては、荷台の床下にあるエンジンは、括弧のバラスト役を果たすことから、空車時でも十全なトラクションが確保され、安定した走行、登坂能力を得ている。さらに、日本においては、乗用車でも普及していなかった四輪独立喧嘩を1961年の発売当初から採用しており、この二つは、軽トラック、軽キャブオーバー版市場において長く、サンバーのみが持つ特徴であった。これらの構成ゆえ、農道のポルシェなどと、ユーザーから冗談交じりに、時には敬意を込めて評されることもある。これらの特徴は、初代モデル開発にあたって先行した乗用車のスバル360の技術を応用した、結果の産物であったが、富士重工が通常型軽乗用車のカテゴリーで、前輪駆動方式に移行した1980年代以降もサンバーではリアエンジン方式が踏襲され続けた。突起すべき事項として1980年に通常型軽トラック、軽キャブオーバー版として初めて4輪駆動方式が一部を除き設定され、以後他社も追随したことで軽トラックと軽キャブオーバー版の実用性の向上に大きく寄与した。前車前輪ベンチレーテッドディスクブレーキ、直列4気筒エンジンの採用も早く、エアバッグの2センサー化は、同世代の普通乗用車にも、採用例は少なかった。さらに4気筒エンジン導入後の1990年代からは、日本でも数少ない、ルーツ式スーパーチャージャー装備モデルが設定された。58馬力を発生するモデルであり、なおインタークーラーは、スペースやレイアウトの制約から非搭載である。ライバル車種のスズキエブリー、キャリー、ダイハツアトレー、ハイゼットなどは後に乗用ワゴン系と共通のインタークーラーターボエンジンに移行したが、その後軽トラックの下級機付モデルは相次いでラインナップから消滅し、自社生産時代末期には軽トラック市場において唯一下級機付エンジンが選べるモデルとなっていた。これらのユニークな特徴により重用するユーザーも多く、軽トラック市場でも独自の地位を保ってきた存在であったが、スバルの2012年4月2日より、ダイハツからハイゼットトラック及びハイゼットカーゴの OEM 受給へ切り替わられた。現在サンバーの生産ラインは BRZ と兄弟車であるトヨタ86へと切り替わっている。衝突安全基準の厳格化により、1990年代から一時、同種の他社の軽ワンボックス、軽トラックの多くがセミキャブオーバー型採用に至ったのに対し、サンバーは初代から一貫してワンボックストラックともすべてフルキャブオーバー型を採用してきた。このためトラックでは荷台、バンでは過失長を他社製品よりも大きく確保しており、一時期ガラス屋や畳屋などが一般家庭に配達する際はサンバーでないと運べないというケースも少なくなかった。こうした理由も赤棒など軽貨物事業者需要と合わせてサンバーの固定客として根強い人気、需要を保った一因であった。ただし前輪が前席下に存在するため衝突時に前輪が衝撃を吸収するセミキャブオーバー車と比べると前席の乗員保護性能はどうしても劣る。また6代目ではフロントにクラッシャブルゾーンを設けた分オーバーハングが大きくなったためフロントバンパーにリップスポイラーのある車両では特に実行アプローチアングルが狭く、水平に近い路面から急勾配に進入する際など、進入角度によってはスポイラーした部分をする可能性があった。6代目の中頃まではフロントナンバープレートがバンパー下に位置していたが、後に改善された。エンジンの点検口は上げ蓋である荷台のサービスハッチとリアバンパーを兼ねたエンジンカバーの2カ所。大掛かりな整備で荷台のサービスハッチを開く場合には積み荷を下ろさねばならないので、常時荷物を積載する、荷台に何か設営する等の使い方をする場合は注意を要するが、主なメンテナンスはリアバンパーを開けば支障なく行えた。初代モデルはスバル360の開発主任でもある富士重工業の百瀬進6をチーフエンジニアとして、スバル360の完成直後から、軽トラックとしては早い時期にキャブオーバーレイアウトを採用したモデルの一つで、このレイアウトの採用では1959年発表の黒金ベビーの後塵を排したものの、商業的にはそれをはるかにしのぐ成功を収めた。キャブオーバーレイアウトについては、当初から社内で衝突安全性への不安視意見もあったが、当時のソ連の自動車研究文献に、ボンネット車とキャブオーバー車の事故率比較研究から、前方視認性において、キャブオーバーが有利という研究結果があったことで、積載能力確保のためこの方式を採用した。車種は一般的な定称式のラダーフレームを用いているが、ドライブトレインやサスペンションレイアウトは既存のスバル360の基本構成を流用し、リアエンジン方式、横置きトーションバースプリングとトレーリングアームを組み合わせた4輪独立喧嘩であった。過積載への危惧もあって、スプリングレートはスバル360より上げられてはいたが、商用車が4輪とも、リーフスプリング支持の固定軸主流であった当時では、異例のソフトな乗り心地を誇った。このソフトなサスペンションは、荷傷み防止にも優れた効果があり、壊れやすい品物を扱う中小零細事業主のユーザーたちからはディーラーを通じてガラスが割れない、豆腐の角が崩れないといった好意的な報告が寄せられたという。バックギアの位置が1足の横にあるでは4足の右になっている。デザインはバンパーからドア右利線、そしてホイールハウスに至るナックルラインが特徴で、その出っ張り、具合から通称、唇サンバーと呼ばれる。個性的なスタイルは、スバル360のデザインを手掛けた佐々木達三の指導のもと、富士重工の若手社内デザイナーが参画してデザインされたものであった。運転席周囲の空間が狭いことあり、スバル360同様に後部ヒンジドアとして乗降性に配慮されていた。当初はエンジンルームが階段状になり、床面積を十分活用できない低床に片階のみだったが、すぐに3ドアのライトバン、さらに2段広床式2台など、バリエーションを広げた。リアエンジンに、低床に片階と、応用車種としてのワンボックスバンという展開は、フォルクスワーゲンタイプ2に始まるリアエンジンの小型汎用車でのバリエーション展開を踏襲したもので、後には高床3方階が標準となった。1966年登場。通称、ニューサンバー。初代よりもスッキリとしたフロントマスクを採用し、デザインが洗練されている。オプションで副変速機を装備した前進6段、後進2段のオーバートップ付けを選ぶこともできた。1968年には3段、オーバートップ付けに変更される。1970年にはダミーグリルが装着され、エンジンも R-2 用のリードバルブ付けにサイクルに変更される。このモデルは、通称、ババーンサンバーと呼ばれる。インパネも R-2 から流用された、フルパッドのものになり、安全性と見栄えが向上した。フロントドアが、ツーサイドドアから、通常の前ヒンジ後ろ開きになったのもこのモデルからで、ある。さらに1972年に再度マイナーチェンジを受け、ダミーグリルが大型化。このモデルは、通称、ストロングサンバーと呼ばれるが、後期型 R-2 同様、あまりにも悪の強いデザインに変貌したことと、競争力を増した競合他社の台頭により、人気は下火となった。1973年2月登場。宣伝コピーから合力サンバーという通称で呼ばれる。初代以来の空冷エンジンから前年にデビューしたレックスに搭載していた水冷エンジンに換装される。その中でライト版シリーズの最上級モデルカスタム L には電動式ウィンドウウォッシャーが初めて採用された。この台からは先代まで採用されていたリアのテールランプにおけるワンテールをやめてリアのウインカーランプをブレーキランプと独立させて橙色とした。1973年10月、バックミラーがメッキタイプから樹脂でカバーされたタイプに変更。1974年末には、現在の黄色いナンバープレートに対応した改良を実施。同時に、車腹灯がクリアからアンバーとなった。1976年2月、長らく続いた2サイクルエンジンを捨て、水冷4サイクルに気搭載チェシーエンジンに換装される。同年5月、スバルにとって 550cc 規格は急だったため、360cc 用のボディにバンパーのみ延長させて 500cc エンジンに積み替え、新たにサンバー5として生まれ変わった。1977年には完全に新規格車体幅を拡大して 550cc となる。1979年にマイナーチェンジが行われ、外側のドアアウターハンドルがプッシュ式からフリップ式に変更されるとともに、ライト版にはハイルーフやマルチフラットもラインナップされるようになった。さらにこの頃から電動式ウィンドウウォッシャーが全グレードに標準装備されるようになった。1980年より走破性に優れ、以後競合他社も追随し、軽トラックや軽キャブ版における4輪駆動方式の設定は21世紀前半の今日では一般化している。なお、この型のサンバーは、商用車には珍しく今井化学により1:24スケールにて模型化されている。1982年9月登場。ワンボックスタイプがサンバートライとなる。4輪独立懸架というサスペンションはこれまで通りだが、この4代目からは 4WD 車のフロントサスペンションがこれまでのセミトレーリング式からマクファーソンストラット式に変更された。タイヤは 2WD 前車が10インチ、4WD 前車は12インチを採用する。4WD には超低速ギアの L が設定された。トラックにも 2WD、4WD を問わず、ハイルーフが登場。AT は設定されなかったが、トライのフロリダ、FX には、クラッチペダルレスのオートクラッチが用意されていた。トラック版の CM キャラクターは、柳沢純子。なお、トラックの CM ソングは、CM 本編に出演した柳沢純子のあなたに片思いが起用され、一方のトライのオリジナル CM 曲は、小林亜星作曲、ザ・ベンチャーズ演奏のライド・オーエヌトルコリラが起用されていた。なお、海外専売車種を除く、直列に気筒エンジンを搭載した、日本車はこのサンバーが最後となった。1986年5月一部改良。TXG が廃止される代わりに TG が追加され、33ウィングが設定された。また、前車に前席 L はシートベルトが装備された。1987年9月のマイナーチェンジでは、サンバートライからハイルーフ下級モデル及び標準ルーフ車がサンバー版として分離。スバルは4代目サンバーでは、ワンボックスタイプすべてに、サンバートライの名を冠していたが、ここからは他社同様、RV 志向のサンバートライと、準商用のサンバー版という構成になる。サンバートライ上位モデルに3バルブエンジン車が登場。同時にフリーランニングクラッチ型フルタイム 4WD が追加された。これに伴い 4WD 車はすべてフロントブレーキが、これまでの体型にリーディングドラム式からベンチレーテッドディスク式に変更。なお、レックスに搭載されたAN05型4気搭載チェシーエンジンは設計上の理由で設定はなし。一部グレードに電子チューナー式 AM ラジオが装備されたほか、フロント回転耐座シートを装備した TS が追加された。また、4代目をベースに 1000cc3 気搭載チェシー。エンジンを搭載したドミンゴが1983年に派生している。1990年3月登場。新規格に対応し、排気量が 660cc となる。サンバートライの上位グレードとして、ディアスが登場。CM キャラクターは、当初、山田邦子が起用された。エンジンは、直列4気筒のAN07 型で、スーパーチャージャー車は最高出力 55PS のAN07Y 型、ナ車は最高出力 40PS のAN07C 型を搭載。フロントの足回りは、ベンチレーテッド式、ディスクブレーキ、マクファーソンストラット式サスペンションに統一された。トランスミッションには、L 付き5速 MT に加え、本格的な無段変速機であるE系統を新たに採用。4WD は、パートタイム式とビスカスカップリング式フルタイム 4WD の2種類。1992年9月のマイナーチェンジ以降、赤棒向けを除くトラック及びバンが全車、丸型シールドビームヘッドランプからディアスと共通の異形角型ハロゲンヘッドランプに変更。また、1994年にドミンゴが同様のボディにフルモデルチェンジ。前後バンパーを大型化し、エンジンを 1200cc の EF12 型に変更、乗車定員も最大7名となった。1995年10月の一部改良では、AT 車の変速機が貨物用途での耐久性に難があったE系統から、燃費性能では劣るものの信頼性、耐久性で勝る、一般的なトルクコンバータ式3速 AT へ変更され、計1ボックスやトラックとしては最初で最後のCVT であった。また、エンジン車に最高出力 46PS の AP 仕様を追加。廉価グレード以外の全車にトリップメーターを標準装備。バンのロールーフ仕様がなくなり、トラックの荷台の一部が競合車種であるダイハツハイゼットと共通部品となった。乗用ワゴンのディアスシリーズには、1990年代の軽自動車におけるクラシックカー風デザインブームの先駆けとなったディアスクラシックが設定されている。そもそもは長崎県のテーマパークハウステンボス向けに製作された特別仕様車であったが、1993年の東京モーターショーで展示され、市販化を望む声が多かったことから設定されたモデルである。そのコンセプトを援用したビビオビストロがヒットしたことにより、他社からも多種のレトロ風モデルが発売されることとなった。このクラシック仕様は後にサンバートラックにも展開された。95年には、バン SDX クラシックをベースとした電気自動車仕様が販売されている。リアエンジンをモーターに換装し、その上にバッテリーセルを搭載している。駆動方式は 2WD のみで、形式は、kV3 改めとなり、足回りも強化された専用品となっている。最高速度は時速 90km、満充電での航続距離は約 150km であった。1999年1月に、前年の軽自動車規格改正に伴い、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1999年2月に6代目と入れ替わる形で、販売終了。1999年2月発表。1998年度の軽自動車規格変更によってボディサイズが拡大した。他メーカーのバントラックが軒並みセミキャブ化されたが、サンバーはトラックバンともにフルキャブの車体形状を維持し、トラック、バン、ディアスのラインナップで登場する。エンブレムは当時の他のスバル車同様に専用のエンブレムが装着された。スーパーチャージャー車の出力が 58PS に向上。なは、キャブレター仕様が廃止された。1999年10月、ディアスワゴンクラシック追加。3速 AT のみ。2000年12月には、サンバー EV が販売開始。先代同様に駆動方式は 2WD のみのリアモーターで、形式は TB1 回となり、バッテリーセルは後席下にレイアウトされた。生産数35台、年で販売された。2001年8月、一部改良。フロントターンシグナルランプのレンズをアンバーからクリアに変更。エンジンの出力を 48PS に向上。これに伴い全車がシリンダーヘッド内のロッカーアームがニードルローラーベアリングを用いたローラーロッカーアームに変更され、フリクションロスが低減した。ディアスワゴンクラシックの7車に MT を設定。2002年9月、最初のマイナーチェンジ。フロントマスクのデザインを変更し、ヘッドランプがマルチリフレクター化され、6連星エンブレムを再び装着した。バックドアガラスが拡大され、H ゴム支持から接着式へ変更。ディアスワゴンクラシックが廃止され、5ナンバー仕様は1と同じフロントマスクのディアスワゴンとなる。同時に、スーパーチャージャー車にも MT を設定。1シリーズのスーパーチャージャー車を廃止。2003年11月、一部改良。1シリーズのディアスを廃止、VC、プラスを追加。トラックに TC プロフェッショナルを追加。VC プラスは4ナンバーディアスの代替的要素を持ち、基本的には1の VC 準拠であるが、フロントシートがローバック、リクライニング、スライド可能、ヘッドレスト分離式、リアシートが分割可動、ヘッドレスト付きなどディアスと同等のシートが装備された。2005年11月、2度目のマイナーチェンジ。フロントマスクのデザインが再び変更され、メーターパネルのデザインも変更。オドメーターが液晶化され、全車に液晶式のツイントリップメーターが標準装備。ハンドルコラム上にあったハザードランプスイッチがエアコンパネル下部に移動した。1シリーズのディアスが復活。ただし、最大積載量が2人乗り時 350kg、ドア内張りがセミトリムであるなど VC プラスに近かった。2007年6月、5ナンバーのディアスワゴンは新法規対応による一部設計見直しのために一時生産停止。2007年12月6日、ディアスワゴンの販売再開。合わせてマイナーチェンジを実施し、UV&IR カットガラスや消臭ルーフトリム、クリアターンレンズなどを採用。新カラー追加や内装色の変更、後席居住性の向上などが施された。また、新規排ガス規制に対応させた。2008年7月18日、一部改良。ディアスワゴンにメッキタイプのフロントグリル、運転席&助手席乗降用グリップ、パワーウィンド、フュエルリッドオープナー、ミスト付け2足、フロントワイパー、フロントバンパープロテクタ、ビニールレザー素材の新シート表皮、アンサーバック機能不電波式、リモコンドアロック、CD プレイヤー &AM、FM 電子チューナー一体オーディオ、シートベルトリマインダー、デュアル SRS エアバッグなどを採用。その他、全車が平成19年排出ガス規制認可を取得、新ボディ色、スターリングシルバーメタリックを新設定など。2008年8月、スバル発売50周年記念として、ディアスワゴン特別仕様車が発売。特別装備として、スマートキーレスシステム、13インチアルミホイール、ルーフスポイラーが装備された。ボディカラーは、オブシディアンブラックパール、シャパンメタリック、スターリングシルバーメタリックの3色が選べた2009年9月3日、4ナンバー車のみのマイナーチェンジ。フロントマスクが、グリルレスのデザインとなり、インパネ周りの衣装も変更された。1のディアスと、トランスポーターにスーパーチャージャー仕様が復活。ディアス版では、大型の電動ドアミラーとドアトリムを標準装備とし、同じく、ディアス版のスーパーチャージャー仕様には、タコメーターも標準装備となった。の、ディアスワゴンについては、ダイハツからの OEM 供給に移行した、スバルディアスワゴンの項を参照。2009年12月、ディアスワゴンの生産、販売終了。ダイハツからの OEM 供給に完全移行した。2011年4月、トラックの TEB クリーン、TC ハイルーフ及び版の VB クリーン、VB2 シーター、トランスポータースーパーチャージャーの計5つのグレードを廃止し、ラインアップを縮小。2011年7月27日、発売50周年記念特別仕様車、WR ブルーリミテッドを発売。トラック。T シート版、ディアスをベースに、専用ボディカラー、WR ブルーマイカと2トーンフロントカラードバンパー、イエローステッチ付けの専用ブラックシートを採用。さらに、トラックには、クロームメッキのホイールナットとクリアタイプのターンレンズを、バンには、ハイマウントストップランプ付けルーフスポイラーとマフラーカッターを装備した。2タイプ合計1000台の限定販売である。2012年3月、トラック、バンともに生産終了。これにより、富士重工業の軽自動車生産は54年の歴史に幕を閉じた。なお、サンバーを生産していたラインは現在、BRZ 及び姉妹車のトヨタ86の生産ラインとなっている。2012年4月1日、ダイハツハイゼットの OEM 兄弟車となる7代目と入れ替わって販売終了。自社製造としてのサンバーは50年の歴史に幕を閉じた。同時に唯一無二だったフルキャブオーバーの軽ライトバンの生産が終了した。前期型中期型機関部ダイハツハイゼットスバルサンバー7代目。編集2017年11月改良型 VB クリーンリア2012年4月2日6代目の生産終了から約1ヶ月のブランクを経てトラックと共に7代目にフルモデルチェンジ。7代目は前述の通りダイハツから OEM 供給を受けるモデルで10代目ハイゼットカーゴがベースとなる。外観は姉妹車であるトヨタピクシス版同様にCI マークや社名エンブレム変更に加え、VB クリーンと VB2 シーターの 2WD 車及び全グレードの 4WD 車でトラック同様に寒冷地仕様を標準装備し、VC と VC ターボはオーディオレス化される。さらにメーカーオプションのビジネスパックは VC ターボのみの設定となる。自社生産されていた6代目からの変更点として、過失フロア長、過失幅、過失高を拡大したことで過失が広くなるとともに、過失フロア地上高を下げ、大型リアゲートを採用したことで積載性の作業効率を向上。さらに、ユースフルナット&ホールも装備し、使い勝手も高めた。キャビンもインパネセンターシフトの採用やインパネのレイアウトをコンパクトにまとめたことで、室内空間にゆとりを持たせ、トラック同様に運転席周りに収納スペースを多数配置。さらに、三輪クリアサスペンションの採用と、ロングホイールベース化によって、乗り心地の良さと走行時の直進安定性を向上。オートマチック車は4速に変更した。デュアル SRS エアバッグを標準装備し、ABS は電子制御制動力配分システムを採用した。また、伝統のリアエンジンや4輪独立懸架、サスペンション、フロントベンチレーテッドディスクブレーキも廃止となった。グレード体系は VB、VB クリーン、トランスポーター、VC、VC ターボ、VB2 シーターの6グレードが設定される。なお、VC ターボの最大積載量は2名乗車時で 200kg となっている。ちなみに、リアコンビランプは三菱、ミニキャブ版、日産、NV100 クリッパーと共通品であった。2012年7月4日、ハイゼットでのデッキ版に相当する、バンの過失には積みにくい背の高い荷物でも積み込める荷台を備えたオープンデッキを発売。グレード体系は標準グレードのオープンデッキとフロントドアパワーウィンドウ、アームレスト一体ドアポケット、電波式、リモコンドアロック、12インチフルホイールキャップ、濃色ガラスを追加装備したオープンデッキ G の2グレードが用意される。オープンデッキタイプの版はサンバーシリーズでは初となった。なお、オープンデッキでは寒冷地仕様が標準装備される代わりにオーディオレス仕様となる。2012年12月17日、トラックと共に一部改良。触媒の変更により、全車が JC08 モード燃費に対応し、このうち VC ターボを除く 2WD4AT 車及び VC のオード 4AT 車は、平成27年度燃費基準を達成した。2014年12月19日、特別仕様車、ブラックインテリアセレクションを発売。トランスポーター、VC、VC ターボをベースに、撥水加工を施した、フルファブリックシートとドアトリムにブラックを採用し、インパネにシルバー化色を施した。また、トラック同様に3層塗装を施して、防錆性能を強化し、ボディ外反の表面錆保証をベース車の1年から3年に、穴開き錆保証をベース車の3年から5年にそれぞれ延長した。その他、VC ブラックインテリアセレクションと VC ターボブラックインテリアセレクションはオーディオスペースをワイドサイズに対応する 200mm に拡大し、フロントウィンドトップシェードの色をベース車のグリーンからブルーに変更。カーゴルームランプは LED 化した。トランスポーターブラックインテリアセレクションはフロントウィンドトップシェードと4センサー4チャンネル ABS を特別装備した。ボディカラーはトラックのカラーパックでの設定色であるブルーマイカメタリック、トニコオレンジメタリック、オフビートカーキメタリックの3色の専用ボディカラーを設定し、計キャブ版では異例の7色展開となった。2015年4月3日、一部改良。電子制御スロットルを新たに採用し、AT 車には電子制御式 4AT を採用。さらに、エンジンの圧縮飛行場による燃焼効率向上による燃費改良を行ったことで、平成27年度燃費基準達成車を全車に拡大し、WD4AT 車及び VC のオード 4AT 車は平成27年度燃費基準プラス 5% を達成。さらに VB グリーンは平成17年基準排出ガス 75% 低減レベルを達成した。VC ターボはフロントウィンドトップシェードを特別使用車、ブラックインテリアセレクションと同じブルーに変更。ボディカラーのホワイトも特別使用車、ブラックインテリアセレクションと同じ3層塗装仕様のホワイト3に変更した。合わせてオーディオスペースを 200mm に拡大したほか、特別使用車、ブラックインテリアセレクションの装備内容をパッケージ化したブラックインテリアパックをトランスポーター、VC ターボにメーカーオプション設定した。2015年11月30日、一部改良。VC ターボ、オープンデッキ G に装備されているフロントにスピーカーのスピーカーサイズを 10cm から 16cm に拡大し、リアシートにオートロックを追加。合わせて、純正ナビドライブレコーダーリアビューカメラ装着用、プリワイヤーハーネスを追加した。トランスポーター VC ターボに設定のブラックインテリアパック装着時のみ選択できる特別ボディカラーの一部入れ替えを行い、ブルーマイカメタリックとオフビートカーキメタリックに変え、ミストブルーマイカメタリックとアーバンライトブルークリスタルメタリックを新たに設定。また、グレード体系の一部変更により、オープンデッキを廃止した。2016年10月3日、一部改良。VC ターボにブラックインテリアパックを標準装備化。2017年11月13日、マイナーチェンジ。新たにスマートアシスト3搭載グレードを設定。外観はフロントマスクやリアバンパー周りのデザインが変更されたほか、リアコンビネーションランプのテールランプとストップランプを LED 化。LED ヘッドランプとメッキベゼル付け LED。フォグランプも採用された。フロントバンパーはサイドカバーが追加された。内装はグレードによりオプションまたは標準設定となっていたブラック基調インテリアが全車標準設定となった。アイドリングストップや電動パワーステアリングが採用され、タイヤを145、80R12 に変更した。AT 車は全グレードで燃費性能が向上されたため、WD-AT 車は平成27年度燃費基準プラス 15% 4WD-AT 車と VC ターボスマートアシストの 2WD 車は平成27年度燃費基準プラス 10% VC ターボスマートアシストの 4WD 車は平成27年度燃費基準プラス 5% をそれぞれ達成した。ボディカラーは既存のブライトシルバーメタリックが VBK グレードにも設定が拡大され、また、トラックで設定されていたカラーパックがバンでも設定されるようになり、ブラックマイカメタリックとパールホワイト3はカラーパック専用色に移行し、カラーパック専用色としてブラックインテリアパックで設定されていたミストブルーマイカメタリック、トラックにも設定されているライトローズマイカメタリック、深金色のファインミートメタリックの3色が追加された。なお、スマートアシスト3搭載に伴い、VC と VC ターボが MT 専用グレードとなったほか、オープンデッキ G はスマートアシスト3の標準装備化に伴い、オープンデッキスマートアシストに改名され、4AT 専用グレードとなったスマートアシスト3搭載グレードには、リアコーナーセンサー、エマージェンシーストップシグナル、VDC が装備された。また、イブド機能付き ABS を全車に、ヒルホールドシステムを AT 車にそれぞれ標準装備とした。2018年12月17日、一部改良。スマートアシスト3搭載グレード、VB2 シータースマートアシスト、VB スマートアシスト、トランスポータースマートアシスト、VC スマートアシスト、VC ターボスマートアシスト25MT 車が追加設定された。追加設定に伴い 5MT 専用グレードの VC と VC ターボは VC スマートアシストと VC ターボスマートアシストへの統合により廃止された。2019年11月7日、一部改良。VB2 シータースマートアシスト、VB スマートアシスト、VB クリーンスマートアシスト、トランスポータースマートアシスト、VC スマートアシスト、VC ターボスマートアシストにおいて、従来は VC スマートアシストと VC ターボスマートアシストに LED パックとしてオプション設定されていた LED ヘッドランプを標準装備化された。2020年9月3日、トラックと共に一部改良。オートライトを全車に標準装備。また、WLTC モードによる燃料消費率及び排出ガスに対応し、VB クリーンスマートアシストは、平成30年排出ガス基準 50% 低減レベル、認定を取得した。7代目、編集2012年4月2日、6代目の生産終了から約1ヶ月のブランクを経て、バンと共に7代目にフルモデルチェンジ。7代目は前述の通り、ダイハツから OEM 供給を受けるモデルで、9代目、ハイゼットトラックがベースとなる。外観は姉妹車であるトヨタピクシストラック同様に CI マークや社名エンブレム変更に加え専用デザインのフロントグリルが全車に装備される。装備面についてはハイゼットや姉妹車のピクシストラックと異なり運転席 SRS エアバッグを全車に寒冷地仕様を TB を除く全グレードにそれぞれ標準装備するほかオーディオはTB には FM、AM ラジオを、TC には一輪 CD、AM、FM 付けステレオをそれぞれ標準装備する。一方で、メーカーオプション設定のストロング防サベパックは、カタログモデル全グレード未設定となる。自社生産されていた6代目からの変更点として、荷台のフロア長を 80mm 拡大。内装も、運転席周りに、大型グローブボックスや、大型インパネセンターポケット等収納スペースが多数配置された。また、最小回転半径を 0.2 メートル小さくして、取り回しを良くしているほか、デュアル SRS エアバッグと ABS をまとめたセーフティパックをオプション設定した。グレード体系は TB、TC、ハイルーフ、グランドキャブ、パネル版ハイルーフ、味方階段プの6グレードを設定する。なお、ハイゼットトラックやピクシストラックを含めた他、メーカー製の軽トラックで設定されている農家向けグレードは、後述する JA1000 倍モデルの JA3 バートラック TC プロフェッショナルが設定されている関係で、一般向けのカタロググレードには設定されない。2012年12月17日、バンと共に一部改良。2013年1月から施行される投下機及び反射機等に関する法規に対応するため、全車に後方反射板を追加装備し、夜間の積み下ろし作業時や乗降時の安全性を向上。合わせて、防錆鋼板の採用範囲拡大及びボディシーラーの塗布範囲拡大を実施し、耐食性の向上が図られるとともに、触媒の変更により、全車がJC08 モード燃費に対応した。2013年10月28日、TB を仕様変更。運転席、SRS エアバッグを非装備化し、メーカーオプション設定に変更した。2014年2月、特別仕様車、タフパッケージを発売。TB のエアコンパワーステエアバッグ装着車及び TC、ハイルーフをベースに3層塗装の採用、ガードフレームとヒンジにフルメッキ防錆処理を施し、二台化フレームの外面と下面にアンダーコートと防錆ワックスを塗布することで防錆対策を徹底し、錆補償もボディ外反穴開き錆5年ボディ、外反表面錆3年に延長。装備面は共通で、アユミ板対応リアオリを装備したほか、TEB タフパッケージ、ハイルーフタフパッケージはベース車の TC に標準装備されている大型2台作業灯、格納式、リアオリチェーン、カラードバンパーの3点も特別装備した。これらの追加装備を行いながらも、車両本体価格はベース車と同価格とした。ボディカラーはカタロググレードに設定されているホワイトの3層塗装仕様、ホワイト3とカタロググレードでは TC グランドキャブのみに設定されているブライトシルバーメタリックの2色をタフパッケージ全グレードに設定した。なお、タフパッケージの発売に伴い、同年1月31日をもって TC とハイルーフの生産を終了し、同時に TEB のセットオプションの一部も廃止となった。2014年8月、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。2014年9月1日、8代目と入れ替わる形で販売終了。8代目、編集2014年9月2日、トラックをフルモデルチェンジ。エンブレムやデカールの変更を除く外観や基本仕様は10代目ハイゼットトラック及び2代目ピクシストラックに準じる。先代からの変更点として最小回転半径を 3.6 メートルに縮小し、エンジンは高圧縮比化、メカニカルロス低減、電子制御スロットルなどを採用。MT 車は5速をハイギア化。AT 車は電子制御式4速 AT を採用。合わせて充電制御と省電力型のフューエルポンプを採用したことで燃費を向上し、4AT 車は平成27年度燃費基準プラス 10%、5MT 車は平成27年度燃費基準をそれぞれ達成した。安全面ではボディ骨格の見直しに加え、高張力鋼板を採用したことにより衝突時のエネルギーを効率よく分散、吸収する骨格構造となり、2016年4月から実施された最新法規時速 56km オフセット衝突に対応。防錆面ではアッパーボディの表面の 100% を防錆化し、フレームの防錆鋼板の範囲拡大、3層塗装の標準化に加え、フロントパネルを樹脂化し、飛び石などの直撃が原因で塗装が傷つき剥がれることによる錆も防止した。なお、グレード体系は TEB と TC の2グレードのみで、ハイゼットトラック及びピクシストラックのスタンダード相当は TEB エアコンパワーステ装着車としてメーカーオプション扱いでの設定となる。農販仕様については、先代同様 JA1000 倍モデルの JA3 バートラック TC プロフェッショナルが設定されている関係で、一般向けのカタロググレードには設定されない。2014年10月14日、先代に引き続き、ハイルーフ、グランドキャブ、パネル版ハイルーフ、味方階段布を追加発売。4グレードで TC 同様にハイゼットトラックの各グレードではメーカーオプション設定となっている寒冷地仕様を標準装備したほか、ハイルーフ、グランドキャブはリア牽引フックとセーフティパックを、グランドキャブはスタイリッシュパックをそれぞれ標準装備しており、その分価格が上乗せされている。2015年4月、一部改良。燃費基準の区分変更に伴い、TB、TC の 2WD4AT 車は、平成27年度燃費基準プラス 15%、TB、TC のオード 4AT 車は、平成27年度燃費基準プラス 10%、TB、TC の 5MT 車、ハイルーフ、グランドキャブの 4AT 車は、平成27年度燃費基準プラス 5% を、それぞれ達成した。2016年10月3日、一部改良。カラーパック専用色の一部入れ替えを行い、ブルーマイカメタリックを廃止する代わりに、アーバンライトブルークリスタルメタリックと、マスカットグリーンメタリックを新たに設定した。2017年11月13日、一部改良。LED ヘッドランプをグランドキャブに標準装備 TC にメーカーオプション設定されたほか、パネル板ハイルーフを除く全車に装備されている鳥居に T 字フックが追加された。なお、今回の一部改良により TB はエアコンパワーステが標準装備となり、ハイルーフが廃止された。また、ABS も全車標準装備となり、カラーパック専用色はアーバンライトブルークリスタルメタリックとマスカットグリーンメタリックを廃止する代わりにファインミントメタリックが追加され、ブライトシルバーメタリックは標準設定色に変更。2018年5月14日、一部改良が発表された。バンに採用のスマートアシスト3をベースに軽トラックの特性に合わせて対車両の衝突回避支援ブレーキの作動速度域を変更したスマートアシスト5が新たに採用され、スバルのスマートアシスト搭載車で初めて MT 車にも設定されたが非装備となる。また、グレード体系が変更となり TB にスマートアシスト5搭載車の TB スマートアシストが追加され、TC とグランドキャブはスマートアシスト5が標準装備されたことで TC スマートアシストとグランドキャブスマートアシストにそれぞれ改名された。また、スマートアシスト5搭載車には VDC、エマージェンシーストップシグナル、ヒルホールドシステム、UV&IR カット機能付けガラス、フロントウィンドトップシェード、運転席、バニティミラーも装備された。その他、フォグランプが LED 化され、それに伴ってベゼル一章も変更された。2019年10月17日、一部改良された。グランドキャブスマートアシストに装備されていた LED ヘッドランプを TB スマートアシストと TC スマートアシストにも拡大して標準装備された。2020年9月3日、バンと共に一部改良された。オートライトを全車に標準装備されたほか、TB スマートアシスト、TC スマートアシスト、グランドキャブスマートアシストにはバックソナーを追加し、さらに AT 車は AT5 発進抑制制御機能が後方にも対応した。仮想車の味方替ダンプとパネル。なお、OEM 元のハイゼットトラックや姉妹車のピクシストラック同様、燃料消費率並びに排出ガスの WLTC モード対応化に伴って燃費基準未達成となり、従来リアウィンド右下に装着されていた燃費基準達成者ステッカーが装着されなくなった。赤棒サンバーパネル板6代目サンバー、後期型赤棒専用車用のロッカーカバー赤棒サンバー板全国赤棒軽自動車運送協同組合連合会が使用する車はごく一部の例外を除きすべてサンバーが使用されていた。これは赤棒が開業当時、軽自動車がまだ非力な車で、耐久性もあまり高くなかったため、赤棒の組合員から、普通のエンジンでは赤棒の業務に耐えられないという声が上がり、耐久性能や出力を上げた赤棒専用車両の製作を国内の自動車メーカーに打診したが、赤棒が小規模であったために、どこにも取り合ってもらえなかった中、唯一前向きな姿勢を見せたのが、富士重工業であったためとされている。以来34年を経て2万台を超える車両が数年でリプレースされていく巨大な市場になったが、2011年にサンバーの生産が中止されるまで、スバル以外のメーカーに参入の機会が与えられることはついになかった。赤棒専用サンバーは国土交通省の形式指定を受けた車両である。赤棒車で使用されているエンジンは各部に設計変更と強化部品の組み込みが施されており、耐久性が大幅に向上している。小排気量車による貨物輸送という高負荷かつ長距離を走る過酷な使用状況でありながら、一般的なシビアコンディション整備のみで20万 km まで特段のオーバーホール不要で使用できるよう設計されている。なお、赤棒車のエンジンはロッカーカバーも専用品で赤色の結晶塗装により見た緑、赤棒となっていて、赤棒専用の表記も入るなど、一般のエンジンとは差別化されている。最高出力などのスペックに関しては、一般仕様のエンジンと同等である。その他、以下に代表される多数の専用部品が装備されていた。スバルの軽自動車撤退により、2011年より、ダイハツハイゼットや、ホンダアクティが併用されるようになったが、2012年のフルモデルチェンジにより、7代目ベースの赤棒専用サンバーが発売された。2014年にフルモデルチェンジされた8代目ベースの赤棒専用サンバー専用部品は以下の通りである。赤棒車のほとんどは個人事業主による運行であり、オーナーによってカスタマイズがなされている個体も多い。7代目 JA サンバートラックオードかつては農協系の専売使用車として JA サンバートラックが販売されていたが、現在は農協が実質的に車両販売から撤退しているため、専売使用車としては一旦消滅したものの、2012年5月より7代目サンバートラックをベースとした JA サンバートラック TC プロフェッショナルが販売開始されたことで事実上、専売使用車が復活する形となった。ワーゲンバス仕様、スズキエブリーと同様にサンバーをベースとしたカスタムカーが存在し、中でも初代 VW バス風に改造されたモデルは有名である。これは5代目サンバーにフォルクスワーゲンタイプ2風のフロントマスクを装着したモデルであり、スバルから新車で発売されているものではなく、ベース車を業者に持ち込み、キットを装着して2トーンカラーに塗り替えている。当然ベースのグレードや業者が多数存在するので、同じワーゲンバス仕様でも異なるものが多く存在する。多くのモデルに VW のオーナメントがついていることから、フォルクスワーゲンの販売車両と勘違いした外国人等から、柳瀬などのフォルクスワーゲンの販売店に、街中でフォルクスワーゲンの軽自動車を見たので同じ車が欲しい。という問い合わせが相次いで関係者を困惑させ、一時期、柳瀬の公式ウェブサイトのよくある質問の項目に、フォルクスワーゲン製の軽自動車は販売しておりません。お問い合わせにある車両は、おそらく日本の軽自動車をフォルクスワーゲン風に改造した車両のことかと思われます。という旨の文章が掲載されていたことがあった。また、ロシアのユス452をモデルにした。カスタムカーやメーカー系のスバルカスタマイズ工房がリリースしたサブロクサンバーも存在する。一方で外装はフィアット500、中身はサンバーという車もあり、エアコンや AT が標準で装備されている。日本郵便の郵便事業がゼロスポーツからサンバー版を電気自動車仕様に改造したゼロ EV セラビュー版仙台を調達することを2010年8月16日に発表した。2011年度に更新予定の集配用車両のうち3分の1に当たる仙台を EV にする方針を事前に発表しており、それが実現する運びとなる。三菱自動車のアイミフや同じスバルのプラグイン、ステラなどの競合車が存在するが、ゼロスポーツによる改造車は、他社よりも2から3割安くなると見られている。また、上記の競合車が乗用車ベースなのに対して、ゼロ EV セラビュー版は商用版ベースで、なおかつ走行用バッテリーを床下に搭載しているため積載面でも有利である。しかし、2011年1月に納期が遅れる見込みになったため、郵便事業から契約を解除され、ゼロスポーツが破産の見込みになったため、この話は、立ち消えとなった。サンバーのネーミングはインド産の水ジカに由来する。ありがとうございます。